丸山テルを4月27日から2011年6月13日は日本の宗教評論家、日蓮宗僧侶。画後は副物。山梨県美延町出身。美延高校在学中から社会運動に傾倒し、立正大学在学中に仏教青年運動、新業界を組織した。その後同大を中退し、工動寺党中の方を集む院六房住職。 日蓮宗現代宗教研究所調査主任を歴任。1970年、当時新言州の松下隆弘氏らと共に、公害を起こした企業を呪い殺す、公害企業主主殺祈闘相談を組織し、四日市市や上岡町などを案逆。それが教団内で問題となり、同研究所を辞職させられ、教団の役職すべてを辞す。以後は宗派にとらわれない広範な宗教。 評論活動を行う。特に行動する仏教徒として、社会的弱者の救済や評論活動に力を入れ、伝統仏教の改革、仏教の国際ネットワーク形成を提唱し活動、仏教者国際連帯会議、アッパレ塾、日連研究会などを主催した、歴史学者の上原専読の晩年に支持していた、朝日カルチャーセンターの開設書記には、 宗教講座を担当していた。日練習僧侶ながら、新州大屋派のお東騒動に関心を抱きレポートを多数執筆。改革派の行動を一貫して支持した。戦闘的な僧侶でもあり、日本人の心をダメにした、瞑想、悪僧、愚僧では大衆に人気のあった高田公園や山田無門を論難同じ日練習の金子日一さえも攻撃した。 総価学会に対しても徹底して批判的な論人を張っていた。浅間山荘事件の際には救援連絡センターモップル社と称して浅田見つける、三戸井は木村ーらと共に立てこもりを続ける連合赤軍メンバーとの面会を試みたが中止している。げがトレードマークであり、毎日新聞記者の横山窓かは骨太な、たくましい体つき。 顔面を覆う高質な黒い髭。人は、ひょっとすると、怪物的な印象を受けるかもしれないと評している。1995年5月、日本社会党は、臨時党大会において、民主リベラル新党結成の方針を決定し、社会党を支持する学者や文化人らに呼びかけ、同年11月、同党の新党準備会、新しい政治勢力結集呼びかけ人会議を設立。 丸山が会長となったが、社会党内の対立から構想は進捗せず、社会党を中心とする、新党結成には至らなかった。2011年6月13日、鬱血精神不全のため死去。去年79歳。ありがとうございます。